自由ソフトウェア運動は自由ソフトウェアの原則を支援する活動である。リチャード・ストールマンはその創始者の一人であり代表者でもある。彼を支持する人たちは自分たちを自由な世界に属すと考えている。自由ソフトウェア運動の手法については合意が取れているとは言い難い。手法の大きな一つはコピーレフトの啓蒙とそのライセンスの普及促進である。 コピーレフトはコピーライトでは無視されているソフトウェアの自由を守ると信じている。その他、法律制定をすることでソフトウェアを自由化するべきだと考える者も,もいれば、独占的ソフトウェアのボイコットによって行おうとする者も,もいる。自由ソフトウェアは、独占的ソフトウェアよりも技術的に優れているのだから、最終的には自由市場において独占的ソフトウェアを打ちまかすに違いない。 だから何もしなくても時間が問題を解決してくれると考えている人もいる。GNU 宣言は GNU プロジェクトの目標を定義し説明し支援と参加を呼びかける文書である。フリーソフトウェア運動において大勢の人々が基本的な哲学の祖と考えている。フリーソフトウェアの歌とはリチャード・ストールマンによる自由ソフトウェアをテーマにしたフィルクプロパガンダソングである。 この歌は自由ソフトウェア運動家により様々リミックスされテクノバージョンデスメタルバージョンリズミカルバージョンなどが存在するディフェクティブバイデザインは DRM やソフトウェア特許は自由である権利を奪い制限するよう設計されているという見解から発想からして欠陥としてあり方の最定義を推進する DRM やソフトウェア特許へ対抗する先駆けと なった運動である。この運動では DRM は DRM 管理と再定義されている。バッドビスタはマイクロソフトウィンドウズビスタへの移行に反対しディフェクティブバイデザインの問題を社会に広めて自由ソフトウェアへの置き換えを促進する運動である。プレイオグはアグボービスを推進する運動を提起して MP3 や AAC などのプロプライエタリフォーマットにとって変わるべき。 自由なデジタル音声ファイルフォーマットであるとし、それらの楽曲フォーマットを推進する運動である。DRM やソフトウェア特許のために、特定権限でしかソフトウェアが実行できない環境を作ることは利用者の自由を阻害するものであり、そのような行為をティボカと故障しそれに対抗する多くの社会運動を支援している。GPLV3 ではティボカを不可能とする長文を取り入れている。 ルックフィールなどをはじめとするユーザーインターフェースの著作権などを含むソフトウェア特許はソフトウェア利用者の自由を阻害するものであるとしてソフトウェア特許に対抗する多くの社会運動を支援しているオープンソースという語は自由ソフトウェアの意図を表せていないためオープンソースおよびのソフトウェアの総称を故障する際はオープンソースのソフトウェアのみを表すように読める OSS ではなく自由ソフトウェアとオープンソースを重ねて表すフロスを用いるよう推奨している。オープンソース支持者は自由ソフトウェアの道徳的な価値についてよりも実利的な価値について盛んに議論している。彼らはフリーソフトウェア財団が独占的ソフトウェアを10杯1から下にして非難していることについて全く同意していない。自由ソフトウェアを使ったり その開発を手助けしたり、あるはそれを楽しんだりしているプログラマの中にも、生計を立てるために独占的なソフトウェアを開発している多くのプログラマがいる。彼らは、自分の行動は動議に反しているとは考えていない。定義より、自由ソフトウェアは、オープンソースソフトウェアの部分集合である。さらに、彼らは、自由ソフトウェアという言葉を、オープンソースソフトウェアは、 独占的ソフトウェアよりも常に優れているといった主張から距離を置くために用いるかもしれない。ありがとうございます。